ツッピー、ホットベリーツッピー、ホトベリーはイスラエルレホボト出身の同国の政治家、ジャーナリスト。父母はグルジアからの帰還者。1978年、レホボトにグルジアからの帰還者の家庭に生まれ、宗教系の高校を経て、バルイラン大学、テルアビブ大学では法学を専攻し、テルアビブ大学では同学の博士号を獲得し、大学卒業後は、 法律事務所で勤務する。その後は、ジャーナリスト、マーリーブ氏のコラムニストとして、テレビの討論番組への出演を機に名声を高める。2008年12月には、ジャーナリストから正解への進出を試み、当時野党だったり空ドの党員選挙に出馬。ジャーナリストとしての知名度を活かして、比例順位18位につける検討を見せ、翌年2月の総選挙で、初当選した。 リクード党内でも最も強硬な議員の一人であり宗教系の高校で教育を受けた経緯からユダヤ人入植者に対する強い共感を持つ2005年のガザ地区撤退計画で強制退去が行われたヨルガンガーガンのホメッシュ再建を当選以来掲げている2009年11月25日にベンヤミンネタニヤフ首相が打ち出した10ヶ月間の ヨルダンガは西岸入植地建設凍結に対しては、激しい批判を加えている。2011年6月には、入植者組合や、国家統一党のヤーコブカッツ党首ら超党派議員と、ナブルスのヨセフの墓地を訪問し、旧約聖書を朗読。国会議員による墓参は2000年以降、11年間中断していた。ツイッピー・ホートブリービデオ、ハットナショナリストウィメン。 ポリス・コンダクテッド・ヒューミリティング・セルチャス・ハット・ビデオ・トゥエルブ・ MKS ・イン・デイ・タイム・ビジット・アット・トゥーム・オブ・ヨゼフ。ありがとうございます。